嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですか写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> で日本は政治が最近、ひっかりしないと思いますが、幕末みたいになんとか日本のために働ける人で来てほしい、現政権が外国人にばっかり税金を使うのがあたら腹立たしい、政治がまともに作用して、トヨタ夫さんが投げかなくても良い日本に変わったしい、どうしたら変われますか、廣瀬さん、そ理大臣になってくれませんか。えっと、明治維新がなぜ起きたかっていうと、あの国がやばい状態だったからなんですよね。 要するにその、あの、まあ、あの、黒船が来て、で、その後イギリスと、あの、九州が戦争してとかっていうので、割とその、日本ってこのままだとやばいよねっていう状況で、じゃあなんとかしなきゃいけないっていう。なのでやばい状況にならないと、人というのは変わらないんですよね。で、日本の政治がせっきりしっかりしないっていうのは、むしろ日本の人たちが、まだ結構平和できてるってことだと思うんですよ。 そのなんか、あの、フランスがじゃあそのギロチンでバンバン王様殺してた頃って、やっぱりその、一般市民の人たちが結構苦労していた時代で、なのでその自分たちでクーデター的なものを起こして死んでもいいからこいつら王皇貴族をぶ士殺すぜっていう。でも別に今の人たちって、そのクーデターを起こして死んでても何とかしなきゃいけないというほど、やっぱり民衆は困ってないと思うんですよね。日経平均株価が市場2番目の下げ幅、1ドル146円。 半年ぶり高値、公開情報の話をしてたのに、理解できなかった4日前のコメント欄の方々、ご愁傷様です。なので、そういう意味でいくと、長期的にはかなりやばい状況になるよねと思ってもいながら、徐々に悪くなっているだけなので、なので、そんなに困ってないっていう現状だと思うんですよね。で、確か、今年0.5%人口減ってるんですよね。83万人だか86万人だか、日本人減ってるはずなんですけど、 っていう感じで、こう、毎年毎年、あの人口がどんどん減ってるという状態になっていて、で、あの、ただ外国人は自民党を増やしているので、あの、日本人ではなくて日本に住んで働いている人の量だとそこまで減らなってるように見えないんですよ。っていう形で、あの、どんどん僕から見ると悪化はしてるんですけど、とはいえ、その、あの、表向きはそこまで、あの、歪みが出ないようになっているので、結果として問題がどんどん先送りになるというのが続いているので、 なので、あのその先送りになっているものが、そろそろもうまずいよねっていう風に、はあ、7月31日になるのかなあの一応、7月31日にあの日銀が利率を上げるかどうかっていうのがあって、で、まあ、あの利率を上げるんじゃないかなという風に世界中の人は思っていて、今、円高基調なんですよ。 で、ただ、その、どれぐらい上げられるかっていうので、まあ、あの、今、じゃあ、その、マンションとか安いよねって言ってて、割と安い金利だからっていうで、マンションあの借りて回すとか、じゃあ、あの、会社とかでも安い金利だからっていうので、あの、マンション、その、あの、会社で金借りて回すっていうところがあったりするんですけど、金利が上がってしまうと、そこら辺が一気に回らなくなる可能性があるんですよね。為替介入しても円高になるのは、一時的なものだと、多くの人に思われちゃってるので、その思惑を消すためには、 続いて利上げととかをやることになりそうななので、その金利上げないと思う、上げないよっていうので、これ、上げなかった場合、どうなるかっていうと、じゃあ、日銀、金利上げられないんじゃんってなると、もう円安、かなりの勢いで進む可能性があるんですよね。要するに、金利を上げない限り、あり、アメリカの金利が高いので、円安という構造がずっと続いてしまうんですよ。 で、まあ、金利を上げることによって、そこを止めるんじゃないかというのがあるんですけど、ただそこで金利が上げられないのであれば、じゃあ、円安のまま続くよね。まあ、むしろ金利上がらないんだから、まあ、ドルに変えて、貯金、その、ドル貯金とかにした方がいいよね。円で持ってるだけ損だよね。っていうことになっちゃうので、それがやれないっていうのが明確、その、利率を上げるというのができないというのが、世界に明確にしてしまうっていうことが、むしろマイナスなんですよ。 とはいえでも、じゃあ、その、金利上げられんのっていうと、その、金利を上げることで日本経済が結構傾く可能性もあったりするので、なので、どうすんのっていうのが、僕はこれ答えないんですよ。あの、もちろんあのね、段階的に上げるは抽象的には言えるんですよ。じゃあ、いつ <laughs> 段階っていつ来月来月何パーセント上げんのみたいな。 っていうので、その長期的には段階的に上げるは正解なんですけど、これを何月に何パーセントずつ上げるのが正解なのかというのが、さすがに1ドル150円を超えないように日銀介入とかあると思います。ただ、下記の2条件が解消しなければ、為替介入しても時間の問題でじわじわと円安になるかと、日本の製品で海外で売れるものが少ない、日米金利差が大きい。 なので、うん、まあちょっとだけ金利上げて、お茶を濁すというぐらいで、お茶を濁せればいいけど、それによって、なんか、日本企業で、なんらかしら破綻ですとか、マンション金利上がりましたとかっていうのになるとか、円安止まれませんってなると、っていうので、そう、0.1ずつとかになっちゃうと、あ、こいつらそんなに一気に上げないなってなると、結構円安に行っちゃうんですよ。 要するに0.1ずつ、そのなんかじゃあ半年に0.1だと、1年間で0.2しか増えないよね。1年間に0.2しか増えないんだったら、これはアメリカのそのドルにしての方がいいよね。っていうので、要はドルだったらなんかじゃあ5%つきますって言うんだったら、じゃあ全然0.2ずつしか増えないんだったらドルにとか言なって、一気にみんなドルに行くんですよ。っていうので、その舐められちゃうんですよ。なので、あの、 その、いきなり1%とか上げちゃった方が、むしろ、お、こいつらちょっと一気に動くかもしれないから怖えなっていうので、あんまドルに一気に行かせない方がいいよなってなるんですけど、いきなり1%とか上げたら、まずあの、変動金利にしてる人たちのマンションの返済大丈夫みたいな話になったりするので、ね、答えがね、わかんないんですよ。いや、だから、どうすんのかなっていう。まあまあ、あの、n i で、あの、外貨にしてる系の人たちはその方がいいってなるんですよね。 なので、あの、どうするのかなっていうのが知りたい。まあまあ、様子見はするとは思うんですけど、うん、なので、なんか、その、僕が思いつかないウルトラ C を頭のいい上田さんとかが思いつくのかもしれないですけど、どうなるのかなっていうふうに思ってます。えー、先ほどの今の仕事、かっこ超マルチタスクを続けても、相うが悪化してしまって辞めるので休職を取ってくださいと言われたものです。私は趣味で FX 取引をしていてます。 月19万程度の収益を出しています。で、手帳を考えずにエフェクト取れ付けから3番で一番でしょうかいいええー。事務職系の資格を持っていますが、女性を多く採用する傾向があり採用されません。男性なので現場でないでもすいえ、障害者の支障害者ワをもらって、障害者ワクチン障害者ワクチでしょうか。えっと、19万ごときを毎月出せたとしても、一生食っていけません。 で、あの、FX は、今の時点では、それなりに、あの、まあ、予定の範囲内で、あの、その、為替が動いているからなんとかなると思うんですけど、あの、いきなり戦争来ました、とか、いきなりコロナになりました、とか、まあ、トランプ大統領勝ちましたの時とか、じゃあカマラさん勝ちましたの時とか、その、為替がどうかわからんっていうのもあったりするので、そうすると、19万円を出し続けるというのが、逆に、あの、赤字になってしまう可能性もあるんですよね。なので、あの、FX で一生暮らしていくはできません。 あの、株で一生クラスは可能性としてありなんですよ。株というのは基本的にはそのゼロサムゲームではないので、あの、安い株を買ってその会社がどんどんあの成長していって、利益を出して配当をもらって株価も上がって、なもうお金が足りなくなったら売ればいいし、配当でも食えるよねっていう形で、その株で一生クラスは可能なんですけど、FX はその経済の状況をずっと追い続けて、うまく当て続けるというギャンブルをやらなければいけないので、ほっといて儲かれ続けるようにならないんですよね。 なので FX19 万程度で暮らすというのは基本的にはできないのでちゃんと働くかもしくは株で勝つという方向にした方がまだマシなんじゃないかなと思いますけど貧乏人に来るのは儲け話に見せかけた詐欺本当に儲かる話は金持ちだけで枠が埋まります漢字証券会社に「新規公開株買いませんか?」とか貧乏人は言われません金融資産が1000万ない人は投資を考える時間が損 NISA でインデックスファンドに入れて仕事頑張って給与を上げた方がお金は増える もちろんあの株の暴落も可能性としてはあるんですけど、あの、アメリカでいくと SP500 の会社に、SP500 という指数に30年前に投資してたとしましょうと。 えっと、バブルの時代、えっと、2000年時代、20年前か、2000年ぐらいに、あの、日本の株に投資してた人っていうのが、ようやく、あの、日経株価がバブル時代の最高値を超えて、超えましたっていうので、だいたいあの、24年ぐらい経って元の価格に戻ったよねって言って、日本を大喜びしてるんですけど、あの、その当時、えっと、2000年の SP500 に投資してた人って、株価10倍になってるんですよ。 なので、1000万円を売れてた人って、1億円になってるんですよ。で、あの、ま、円安にもなってるので、多分1億5000万円分ぐらいになってるんじゃないかな。 っていうのもあったりするので、なのでその、ちゃんと成長するアメリカの株にお金を入れとくと、それなりに伸びるよねっていうのがあったりするので、なので、あの、株は伸びるんですけど、FX は置いといたらずっと増え続けるという構造にはなってないので、まあ、あの、為替がその1ドル100円で買ったものが150円になって1.5倍得しましたとかあるんですけど、でもその、あの、レバレッジをかけた場合は、マイナスに動いた場合、その分めちゃめちゃ借金やらうことになるので、なんだなんだ、なんか、しゅうちゃんがいたのかなはい。